AT ア・リアラトネは、スリランカの社会活動家、仏教徒で、サルボダヤ・シュラマダーナ運動の創始者である。サルボダヤ運動とは、世界から、飢餓、病気、無知、争いをなくすことを目指す、アジア地域最大級の NGO 団体を基礎とした、社会活動である。有機農業を軸にした、持続可能な第一次産業の活性化を通して、子供や母親への支援。 村民の保健衛生に関する活動、収入向上活動等を行い、世界の民衆の自立を目指して、活発な活動を行っている。1931年11月15日、スリランカ南部州ゴール県の村で生まれる。教員養成カレッジ卒業後、仏教系のエリートコーナーランダカレッジの理科教師を14年間、務める。その時、生徒たちと被差別村で、 ワークキャンプを行い、大きな反響を呼ぶ。ビディオダヤ大学で経済学の学士号を取得し、その後同大,大学から名誉文学博士号を授与された。1958年、スリランカで欲望ではなく必要に基づいた農村開発運動を開始する。1972年にはスリランカ議会、 オランダドイツの国際機構から正式な NGO として認可を受ける。現在、スリランカの1万5000の村で活動を展開中。その活動はスリランカにとどまらず、全世界に広がり続けている。日本では2009年11月にサルボダヤを支援するサルボダヤジャパンが東京に設立された。AB、真理への目覚めが世界を変えるサルボダヤ会。 全国青少年協家協議会2020年12月10日閲覧ありがとうございます。